はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はカームカームエブリバディの第41話について話していきたいと思います。はい、第41話はまあこれもまたいろいろな事件がありましたが、まあ第1の、すごい事件といえば小田切丈さんのね、クリーニングの、ポケットの中からトランペットのマウスピースが出てきたってことですね。ということはやっとこう分かりましたね。あのガキというかあの少年というかね、ずっとあの世良政則さんのねところに来ていたあのちっちゃい子ですね。あれね、やっとこれでこう謎が解けましたね。キーパーソンでしたね、やっぱりね。で違ったらどうしよう。多分そうですよね、こんなね。でいつかあの時にいたんだみたいな感じになってこう盛り上がっていくんでしょうね。それがいつ来るんだろうかって感じでしたね。あとはルイのあれでしたね、あの恋が始まったみたいなね、風間俊介さんとの恋が始まったという、そういう回だったんじゃないですか。あとあれですね、あのサンタのこう借金取りみたいな人がまた出てきましたね。なんか詐欺をやってるみたいなね。ということはですよね、もしかしたらあれですね、サンタはサンタはじゃなくて、そうサンタはやってなかった可能性もあるってことですね。まあその辺がこう今回新たにねこう出てきた数々の事件だったんではなかろうかと思いますけども、どうでしょうかね。まあこうね、あの深津絵里さんになってから随分とね、あの平和な感じになってきましたんでね、その辺がねかなりいいなと私は思ってますけど、なんかやっと41話目ぐらいでね落ち着く感じになってきたなと思っている感じですね。はい、それではまた明日も楽しみにしたいと思います。はい、さて私はね、あの先日あの人のライブに、見に行ったんですけれども、あのライブをね一曲やらせてもらうっていうあのことがあったんですけれども、あの責任感がないというか、こうなんかこう準備もせずこうただやるっていうのもね、これはね非常に楽でいいなとあんまり決まってないっていうのはね、こう気分もなんかこう楽ですね。やっぱりなんかこうね、なんだろう、楽しいって感じでしたね。音楽を楽しむみたいなね。で一緒にあのカホンとかもねやっていただいたりなんかしてね、なかなか楽しい年末を過ごしてるなと思いました。はい、さてそうだ、あの31日はあのカウントダウンのねあのライブをあのこののんち TV からやりますんで、ぜひ皆さんこう集まっていただけたらなと思っております、ね、どこのチャンネルもそのカウントダウンはみんなどこでどこ何を見てどう過ごすんだね、もういろんなね手段がありますからね。昔はなんかこう紅白歌合戦しかないかなと思ってましたけどね、今はいろいろあるんで、まあいろいろなものをチョイスして、まあでもこれもつけてください。まあいろんなテレビとか見ながら YouTube も見ていただけたらなと思っております。それではまた。バイ。